こんにちは、坂井ギタースクールです。コミを見てみたいと思います。なんかその歌系ね、歌いながら系のコメントがね、結構ちらちらあるので、前回も歌系でしたけど、以前習っていた先生にレッスンの中で歌わされ、それが嫌で嫌でたまりませんでした。この動画でも歌えるというのが重要だというのは分かりました。でもカラオケも苦手、人前で歌うというのはとても恥ずかしくて抵抗がありました。今後はせめて自宅ではやるようにします。はい。いや、自宅でやればいいと思います。レッスンの時に歌うかどうかは、どうでもいいですよね。その恥ずかしさとかそういったのってやっぱりあるから、無理に歌わなくていいし、レッスンの時とかね、先生はそんな恥ずかしさを取っ払ってこう歌うでしょうけど、歌ってんな先生、私はちょっと恥ずかしくて無理ですって、もうそれでいいと思うんですよ。カラオケが得意かどうかもはっきり言ってどうでもいいかな。自分の練習、部屋に閉じこもっても閉じこもってなくてもいいんだけど、自分で練習してる時になるべく声を出すっていう、そこが結構やっぱり大事な一歩だと思うんですよね。リズムとかタイミング、こうね、でそこで音程も気にして歌えるならそれに越したことはないんだけど、別にそこまで気にすることもないし、自分の頭の中のイメージで十分です。でも頭の中のイメージだけで弾くっていうよりは、それを実際声に出す、音程がどうとかじゃなくて声に出す、発声するっていう、その作業が結構大きな差になってくると思うんですよね。だから全然こう得意じゃ、歌が得意じゃなくていいと思います。でもこう自分で練習するときはなるべくこう声を出すとか、口ずさんで、リズムでもいいしメロディーでもいいし、いろいろとね、声に出せるところは声に出す。それをやっていけるといいと思いますね。人前ではね、いいですよ、別に。歌いたい人は歌っていいと思うけど、自分の一人でね、練習するときにどうできるのかっていう、そこですからね。自宅でひっそりと口ずさんでください。はい、というわけで皆さんからのコメントをどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。